東アジアの範囲中国国内の言語分布本記事では東アジアの言語について解説する東アジアで話される言語は次のような語族に区分される上記の語族はさらに以下のように区分する仮説が存在する東アジアには以下のような歴史上の身分類言語が存在した東アジアの言語の特徴について解説する一部は 東南アジアの言語についても含む、アルタイ書語、アイヌ語については、各記事参照。日本語の例、中国語の例、中国語、日本語、朝鮮語、ベトナム語は固有語の他に、中国起源の合意を持ち、漢文を書き言葉としていた。中国以外では、書き言葉として利用されていた漢文が文字を持たなかった、民族語の文字化に影響を与えた。漢語の形態論と、 ご生成規則はこれらの言語へも適用される。その結果、看護の規則で作られた完熟語である和製看護は中国語へも再借用され、中国人はそれを日本製であると意識せずに使用している。現在国語となっているこれらの言語には中国語、日本語、朝鮮語、ベトナム語がある。現在看護を起源とするのは元々の漢字。 簡略化された漢字独自の表音文字、または改良されたローマ字で書かれる。ありがとうございます。